友山茂樹は、日本の実業家、トヨタ自動車エグゼクティブフェロー、同社副社長、執行役員、チーフインフォメーションセキュリティオフィサー兼チーフプロダクションオフィサー、画像レーシングカンパニープレジデント、トヨタコネクティッド代表取締役社長、北米トヨタ自動車取締役副社長などを歴任、埼玉県生まれ、 1981年群馬大学機械工学科を卒業し、トヨタ自動車工業に入社、生産技術部配属。1991年にトヨタ生産方式を担当する生産調査部に移動。同部で係長を務めていた豊田昭オのちぐを得る。その後、1998年に豊田昭オと共に gazoo.com を立ち上げ、2000年には、 E トヨタブやガズーメディアサービスを設立し、トヨタ自動車の IT 事業を開始させた。2002年 G ブックを開設。2003年から、シンガポールのトヨタモーターアジアパシフィックに出向し、経営大学院に留学。トヨタ自動車 E トヨタブ部,部長、後期、トヨタ自動車施行を経て、2007年、当時副社長を務めていた、トヨダアキオと共に画像レーシングの立ち上げに当たった。 2010年トヨタ自動車常務役員。2011年事業開発本部長兼、情報事業本部長兼情報システム本部長兼、IT 本部長。2015年から専務役員。2018年から副社長として、事業開発本部長及び情報システム本部長。コネクティッドカンパニープレジデント、チーフインフォメーションセキュリティオフィサー、障害、広報本部とかつ、 クレーンカンパニープレジデント、TPS 本部長を務める。2020年の役員体制の変更に伴い、トヨタ自動車執行役員、チーフインフォメーションセキュリティオフィサー兼チーフプロダクションオフィサーに就任。同年、トヨタモーターノースアメリカ取締役兼生産部門の最高情報責任者チーフプロダクションオフィサー兼執行副社長を兼務。 2021年1月トヨタ自動車エグゼクティブ、フェローに就任。トヨタ秋尾同様車好きで知られ、友山によるとトヨタは運転好きで自分はメカ好きだという。愛車はロールケージやオリド学ブのリドックス製バンパーなどを装着し、HKS 製タービンの 24Z で600馬力にチューニングした1997年型スープラ。また二千十七年の TGRF では、 ts050 ハイブリッドを自らの手でドライブした。友山茂氏ともやましげきトヨタコネクティットともやましげきトヨタ自動車宅話低炭素省エネルギー社会の実現と自動車の未来名古屋中ロータリークラブ副社長ともやましげきトヨタ自動車新生トヨタコネクティットのキーマン研究代表取締役社長ともやましげきが面白いコラムウェブ モーターマガジンハット、役員人事、幹部職人事及び組織改正について、トヨタ自動車、2020年12月3日閲覧。トヨタ自動車の友山執行役員、北米生産部門の最高情報責任者を、兼務マイナス11月9日付け、新体制レスポンス2020年11月10日、クレーンマガジンボリュームに限定150台のビッツ。 GRMN を一番乗り三営処防開口、平成30年6月3日、今年もやってます。自公開主催の出前授業、トヨタの友山専務が、東京理科大で講演トヨタの CIO が語る、コネクテッドカートアズール、これからの IT や、トヨタグレーンカンパニー社長、TS05 例を思想、いつか、WEC 技術を市販車に、ありがとうございます。